前回の続き、なんか、無駄って書いてあるのにダムって読んでたね。ダムなんてないのにって言いながら、無駄をなくしなさい。貨物列車とかもやんないといけないのかね。例えば、ここはパンが欲しい。もうパンが欲しい。牛がいるんだね。新幹線の線路に貨物列車を走らせてもいいのかな？そこはちょっとわかんないな。
新幹線の線路で平面交差だね。これ違うんだよ。違うんだよ。うわあ、もう何やってんだよ。ああ、なんでそうなるわけ？まず、牛をここに持っていくと、牛がね、パンになるのかな？よくわかんないんだけど、どういう仕組みなのか。ここに道を作んないとね。ですね、名古屋と大阪に持っていきたいんですね。新幹線の線路を使っちゃいましょう。この間はね、伏線にして、違うな。線路が変だな。平面交差だ。ちょっと待って、新幹線はこれ逆じゃないか。おかしいな、どうなってんだこれ。これ左側交通行になってんだよな。
あれ？新幹線どこ走ってる今。新幹線くん、新幹線今どこ走ってんのかな。新幹線。やっぱこれさ、こっち側走ってるじゃないですか。信号機的にはああいいのか。あれこれどうなってんのかな。こうなってますよ。なんで逆走してんのかな。パンをさ、新幹線で持ってきたいんだけど、どう配置したらいいかわかんないんだよ。今何やった？あれがかかる。新幹線、ああもう何やってんの。新幹線1個売っちゃう。
もうなんかやめたくなっちゃったな。今回これ終了です。